どうも、皆さん、こんにちは。しもかまです。はい。今回はですね、なんと自己紹介動画撮っていきたいと思います。はい。よくよく考えたらね、この YouTube チャンネルやって3年ぐらいになるんですけど、改まってこいつが誰なのかっていう話をしたことがないなぁというふうにね、気づきまして、はい。まあ、今更ながらですね、しもかまの自己紹介させていただきたいと思います。はい。まあもうここに書いてある通りですし、最近はプロフィール出してたりとかするんですけど、まあ詳細な情報はちょっとぼかしてるっていうところとか、本当はこういうとこまでね、見てほしいんだよねっていう個人的な思いもあるので、そこら辺のね、ちょっとマニアックな下釜の情報を受け止めた上でですね、今後のチャンネル動画見ていただけると、よりまあ感情移入して面白く楽しく学んでいただけるんではないかなと、こいつがどういうつもりでこんなことやってんのか、こんな水凶なことやってんのかっていうところをね、まあ今回皆さんに理解してもらうためにも、私のこの素性をですね、お話していきたいかなと思います。というところで、はい。ではでは、早速やってまいりましょう。もうね、ここに書いてある通りではあるんですよ。通りではあるんですけれども、出身、これ行きましょう。出身地書いてないですね。うん。長崎です。はい。長崎県です。ね、何を思い浮かべますかね。中華街、ハウステンボス。ハウステンボス一番聞こえがいいですね。うん。まあ、覚えがいいでしょう、皆さんにとって。あとは、あんまり聞き馴染みはないかもしれないですけど、私としては雲仙、普賢岳。雲仙ですね。雲仙あたりとかですね、温泉街もあるし、あそこら辺もいいんですけどね、あんまり知られてないですよね。うん。あとは、なんだろう、長崎と言ったら軍艦島あとはね、長崎市の下の方に野母崎っていうところがある。もういいね。長崎情報はもういいですね。はい。割と長崎愛はあるんですよ。愛はあるんだけど、なぜ今長崎にいないのかっていうところもね、はい、ちょっと話していきましょう。はい。まあまあ、そんな感じで、長崎のね、諫早市というところで生まれました。はい。まあ、結構田舎の方でね、実は自分が生まれたとこは、生まれた時は諫早市でもすらなかったんですけど、はい。後々ね、諫早市に統合されるというちょっとローカルネタを、はい、ちょっとぶっ込みつつですね、はい。まあそういう諫早市で生まれました。割とね、海辺の町、町じゃねえな。もう村、村村でもないんだけど。まあそんな感じの、うん、まあ、田舎です。はい。絶妙な田舎。ど田舎というほど、ど田舎でもないけども、まあ、町じゃないよねっていう、絶妙な田舎町で生まれました。はい。そんなところで、生まれまして、で、まあ、中学校ぐらいのね、自分までは、割と自分は、なんていうか、そんなに自我が強いタイプではなくって、割と、ぽやんと過ごしていたんですけれども、うん、まあ、あるね、一定の年から、なんだか、食品っていうか、味一問目って、ドラマあったのご存知ですかね。中井くんが、スマップの中井雅宏くんが、主役やってたんですけど、あれを見てた時にどうも、僕は料理人になると。僕は料理の仕事をするって言ったらしいんですよ。あんま覚えてないんですけど。らしくって。まあ、なんとなく覚えてるんですけどね。うん。おじさんが二人料理人がいて、二人かな、うん、そうそう、二人料理人がいて、まあ、身近だったっていうのもあるのかなって感じではあるんですけれども、まあ、とにかく、中学生ぐらいになる頃には、何かしらの食品関係の仕事で生きていくんだろうなって、ぼやーっとは思っていました。うん。ぼやっとは思っていたんですけど、まあ、何をするかっていうところまでは、そんなに、こう、かっちりとは。決めてなくって、まあ多くの人がそうですよね。そんなに早くやりたいこと決まってるって人はまあまあ少ないとは思うんで、まあ自分も例に漏れて、中学校ぐらいの時まではね、なんか食品系の仕事、まあできたらいいなぁ、ね、っていうかそれで生きていきたいなぁとかなんとなく思ったわけですよ。一番ね、なんかこう、なんでそう思ったのかっていうところで強い記憶としては、もう本当なんでそれが残ってるのかよくわかんないですけど、うん。なんかね、よく卵料理を作ってたんですよ。うち、兄と妹がいるんですけど、兄が、なんか卵焼き作ってて、で、自分もちょっと、真似してじゃないですけど、卵焼きぐらいだったら俺もできるわ、みたいな感じで作ってたわけですよね。うん、で、その時、なんかね、うちの兄は、なんかね、典型的な、男性の、料理スキルレベルなんですよ。典型的な。まあ、なんと言ったらいいか伝わるかわかんないですけど、料理できないことはないんだけど、なんかこう、細やかなところが、なんか行き届いてないというか、まあなんか、
男の料理みたいなのが出来上がるみたいなタイプの人間なんですよね。うん、で、まあ、そのなんか嫌いは昔からあったというか、気質は昔から見えたというか、兄が料理してるのを見て、なんかちょっと、あれだよね、俺の方がこれできんじゃねみたいな感じで思ってた記憶があって。兄が砂糖と塩を間違えたことあったんですよね。卵に入れる、卵焼き作るときに。で、めっちゃくちゃしょっぱい卵焼きを作ったことがあって、いや、ありんやろ、これは。みたいな感じでちょっと思った記憶があって。なんでしょうね。多分ね、そこら辺の記憶がなんで残ってるのかっていうと、自分あんまりなんか人より優れてるっていう感覚がすごい薄いタイプの子だったんですよ。だから、なんか人よりもできることっていうのを探してたのかな？わかんないけど。多分そんな感覚があって、あれ？これ俺料理だったらいけんじゃね？みたいな感じで思ったんですよ。多分。そこら辺で。だから、俺食品の関係の仕事だったらなんか力発揮できるかもっていうふうに思ってたでしょうね。うん。そんな感じで、まあ、高校を受験しなくちゃいけないっていう風になって、どこ行ったらいいんだろう、食品関係で仕事したいけど、でも高校、ってなってたので、単純に、近くの高校にね、農業高校があったんですよ。農業高校。で、農業高校の中に食品科学科っていうところがあったんですね。うん。選択肢として、まあ、普通科行く意味ねえよな。だって食品の仕事するのいるか？学歴みたいな感じだったので。だから、これ、農業高校行こうと思って行ったというよりも、この農業高校の食品科学科。自分がね、受けた時、確か3年ぐらいだったかな。3年前ぐらいにできてた新しい科だったんですよ。だから、そういうのがあるよって先生がなんか教えてくれてたしか、自分の進路指導かなんかで、ね。じゃあそこみたいな感じの、割と軽いノリで決まったんですけど、そんなに難しくもないし、もうここじゃんって、一択じゃんって感じで、一応多分他のとこも滑り止めでなんか受けたのかな。滑り止めする必要もないような学校なんですけど、農業高校なんで。はい。まあ、そんな感じなんで、特にそのめちゃくちゃ勉強するっていうあれでもなく、まあ、スッと、食品科学科に入ったわけですよ。うん。で、まあ、さっき、中学校時点でそんなにやりたいこと決まってるやついないよねっていう話をしたんで、やっぱり職員科が入ったんですけど、周りに思いっきしその職員の仕事がしたいから職員科が来てまーすみたいなやついないんです。いないんですよ。普通いない。だって、高校の時点でも普通そんな、そこも決まってないっていう人がほとんどだから。だから、まあ、大体が他の科を受けたけど、そこ落ちて滑り止めの職員科入ったとか、あ、まあなんかよくわかんないけど、面白そうだったからっていう風な感じの人がほとんどだったので、だからもうそこの時点でなんかちょっと、あれ、俺なんかちょっと一人だけ毛色が違うような気がするっていう感じは感じてたんですけど、そこでね、まあ、まあまあまあなんか周りの人間はそんな感じっぽいけど、俺はとりあえず食品の勉強をしに入ったからみたいな感じで、一人だけね、もうそう。一人だけなんかこう、食品に対する意識が違うので、もう普通の勉強もあるんですよ。普通科目の勉強もあるんですけど、そこら辺もうほぼ一切無視して食品の勉強してたんですよ、自分は。だいたい食品科学と、微生物基礎と、あと食品製造か。とか、まあ、そんな感じで、普通の学校行ってたら絶対に、まあ、ないような教科っていうのがあって、その教科書をもう、もらった端からもう全部読んで、全部読んで勉強していくみたいなことしてたんですよね。はい。まあ、そんなこんなでやってたら、なんか、農業高校ってね、農業高校内のこのグループがあって、なんつったっけ ?UFJ だったかな名前はどうでもいいんですけど、その農業高校でみんなでこう集まって知識だったりとか技術であったりとか、まあ、研究結果をプレゼンして、競技として競って、まあ、切磋琢磨しましょうっていう大会があるんですよね。で、それの、まあ、農業鑑定競技って一応競技名なんですけれども、それは単純に知識を争うやつで、実際にこう物を見て名前を当てたりだとか、これは何の実験に使う器具でしょうかとかですね、この香辛料はどういう成分が含まれているでしょうかとかですね、そういうまあ問題があって、それ実際こう
触ったりとか見たりしてそれに回答していくっていうタイプのちょっとあれですね、実践形式の筆記試験みたいな感じのやつがあって、それの食品科の部門の代表として2年生の時に自分選ばれたんですよ。なんせ食品の勉強しかしてなかったんで、英語赤点知らんみたいな感じだったんで知らねえよってそんな感じだったんで、まあ2年生で代表選ばれまして、それでね、一応狭いもんなんで、狭いもんって言い方は違うわ母数が少ないので、参加競技人数人口が少ないので全国大会に行ったんですけど、まあ、そんなめちゃくちゃすごいってわけじゃないです。なんせ母数が少ないので、でまあ簡単に全国大会行けるんで、なんせクラスで一番だったらもう代表ですからねクラスで一番だったらもう代表ですから、もう簡単ですよ。だってそんな場がいないんですから職員の勉強だけするみたいなバカはいないので簡単にそれで代表に選ばれて、で、まあ一応県大会があったんですけども、まあ県大会でもそんなバカはそんな県に何もいないので、県大会でもまあなんとか優勝しまして、で全国大会に行くみたいなことをしてたんですよね。でそれに2年3年というふうにね、まあそんな感じでやっとりました。ずっと食品の勉強だけガリ勉するみたいな、普通か知らねえみたいな、3年生になったら数学とかも農業高校なくなるしみたいな感じなくなるんですよ。信じられないでしょ。数学とか国語ないんですよ3年生になると。もう農業高校って食品科学科だけじゃなくて、まあそんな感じの、やっぱ普通の学校とは違うところだったので、まあ特に食品の勉強に特化して、まあその青春時代を食品まみれで過ごしたみたいな状態だったんですけども、はい。まあ卒業しなくちゃいけないと。別にね、その時点で自分はなんとなく気づいたんですけど、俺別になんかパン屋さんとかケーキ屋さんやりたいわけじゃないんだよねって思ってたんですよ。珍しいタイプですよね。普通、なんかそういうので、お菓子とかに興味があったら、あ、ちなみに食品科学って何する科かっていうと、まあ、畜産物の加工を学ぶとこなんで、漬物を作ったりだとか、お味噌作ったりだとかもするんですけど、あとは普通にお菓子ですね、焼き菓子作ったりだとか、あとパン作ったりだとかするので、そこら辺でも、お菓子とかパンの方向に行きたいなーっていうのが固まってたわけですよ。でも、それは、なんていうか、お菓子とかパンって、これなんか、理科の実験みたいで面白いみたいな感じで思ったから、そう思っていただけで。とはいえ別に、菓子職人とかパン職人にはなりたいわけではないけどね、とかいう、そういう感じだったんですよ。なので、まあ、どうしようかなと。就職するともう働かんといかんと。もうちょっと勉強しときたいわ、というところで、まあ、もう本当に純粋にただもうちょっと勉強したいという、それだけの理由で、辻製菓専門学校っていうところですね、学校説明会で来てくれてたのでですね、わざわざ大阪からご苦労なことですよね、本当にね、よくよく、今考えると思いますよ。まあ、大変ですよね。うん、まあ、学校説明会で、あれ全国で行ってるんでしょうね、大阪から長崎に来てたの、あの人たちみたいな感じですけど、お疲れ様ですよ。今考えるとお疲れ様ですって感じです。出張ですよね。うん。ねぎらいたくなるぐらいですけど。まあ当時はそんなことわかりませんから。はい。あ、そうなんすかぐらいのね。舐めたガキですよね。本当にね。舐めたガキの態度ですよ。そうですか。面白そうですね。みたいな感じなんで。はい。まあそんな大人の苦労なんて知らない状態の時にですね。良さそうだなと。なんか面白そうだな。その辻製菓専門学校。他にも地元のその製菓の学校とか来てたんですけど、やっぱちょっと毛色が違うと。なんせ大阪から来てるぐらいですから、こんな辺境の長崎に。熱意が違うわけですよ。熱意が違うんですよ、やっぱ辻製菓は。まあ実際結構伝統長い学校なんで、製菓学校で見てみると。まあ調理の学校なんですけど、元の母体は。調理から、まあ製菓の部門も始めて、製菓製パンの部門もって感じなんでね。はい。まあ、製菓製パンの方が後から入ってきてる、入ってきてるっていうか始めたやつなんですけども、一番の母体は辻調理専門学校ですね。うん、まあまあ、そう細かいとこは置いといて。まあ、そういうことがありまして、一人で大阪にね、はい、辻製菓専門学校、1年なんですけどね、非常に高いです。はい。そして言っておくと、辻製菓専門学校は非常に高いです。はい。確か1年でね、300万、も、
どんくらいかな、30万くらいかかったのか、330万くらい。高いでしょ。大学かって感じの。大学の1年分くらいするんですよ、普通に。1年分いや、違うな。3年分くらいなのかな。大学行ってないんでわかんないですけど。まあ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 。そんくらい、なんでそんな高いかっていうと、材料費が高い。とにかく、材料費が高い。毎日実習するんですよ。毎日実習するし。先生とかも、もうプロの人呼んできてるんで、高いんですよ。とにかく。高いんです。まあ、そんな贅沢なところにですね、はい。まあ、コツ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 とですね、うちの祖父のですね、はい。いろいろと、こう、もらってましたので、祖父がいろいろと、国からいろいろ、まあ、そこら辺は一旦置いときましょう。はい。祖父のおかげでね、行くことができたのです。はい。お金なかったんですけど、うちは別に。そんな感じ。おんぶに抱っこで、はい。行きましたけど、まあでもお金ないんで、バイトしながらでしたよ。バイトしながら。そう、バイトしながらだったんですよね。自分の初めての労働経験は、その時のバイトなんですよ。うん。バイト。ね、もうないんですけど、そのバイト先。安倍野駅の、大阪の安倍野駅。安倍野駅ってあるんですけど、安倍野駅の、駅のホームの中にある、エルパンカフェってもう潰れちゃったから言っていいよね。エルパンカフェっていうカフェがあったんですよ。あれ、どこ系列とかあったのかな？まあ、あるはずなんですけどね。そう。そこで、冷凍パン解凍して、まあ、冷凍生地解凍して、まあ、焼いて、コーヒーと一緒に提供するっていう、まあ、よくあるやつですよね。駅とかにね。そういうところだったんですけど、そこが初お仕事。初お仕事の場所だったんですよ。初バイト。で、それまではね、自分はお菓子方向で行こうかなって思ってたんですけど、そこでちょっとパン触れてみて、あ、パン面白いかもって思ったんですよね。うん。面白いかもとか思ってたんですけど、まあ元がね、やっぱりお菓子の勉強とかするつもりで、その製菓学校に行ってるんで、いや、とはいえ、それでパン行っちゃったら、俺何しにここに来たのかちょっとわかんなくなっちゃうよなって、まあパンの、授業もあったんですけど、そんなにめちゃくちゃパンの勉強してるわけじゃなかったんですよ。だから、やっぱり一回洋菓子の方行っとかないとだろうなみたいな感じで。まあ、そして言っても、はい、その時、あれですからね、18ぐらいですからね、19ぐらいですから、もう頭パッパラパーですから。何も分かってないんで、何も分かってないので、もう学校が用意してる、求人ですね。求人情報で頑張ってみて、親からね、地元近くに帰ってこいよって言われてたんでね、まあそれはおとなしく従って、長崎で探してたわけですよ。洋菓子をね。もう1年ですからね。1年ですからもう入って半年も経つすぐ就職活動ですよ。うん。まあそんな感じで、結構ね、自分の中で辻製菓専門学校行ったこと自体はすっごい勉強になったなぁとは思ってるんですよ。よく聞かれると専門学校って行く意味ありますかって聞かれると、いや、行く必要はないですし、もう本当にその人の個人によりますっていう答え方をするんですけど、私個人としてはそれね。私個人としては行ってよかったです。まあ、なんでかっていうと、そもそもこう勉強しに行ってるんで、勉強しに行ってるんで、自分としては、がっつり勉強できるその学校に行けたな、本当によかったです。うん。まあ、なんかその、現場で働いてる人ならではの教え方というか考え方っていうのも聞けたっていうのもありますし、あ、この世界ってこういうやり方が基準なんだっていうのが分かったので、うん。まあそれはなんかが、専門学校行ってよかったというよりは、辻製菓専門学校に行ってよかったって感じのイメージですね。うん。あ、別にこれ学校の中振り込んでるわけでも何でもない。ただの感想ですね、これはね。うん。一応ね。まあそんな感じで。辻製菓専門学校で、こう、何社ぐらい回ったかな。熊本とかも行ったんですよね。なんかこう、九州内でとりあえず探せばいいだろうと思って、九州で熊本とか福岡とかいろいろ回って、結局長崎の佐世保のね、まあ、洋菓子屋さん行った時に、もうなんか、ここでいいじゃんというか、向こうのね、社長さんがね、じゃあ来たらいいじゃん、みたいな感じだったので、あ、じゃあよろしくお願いしますというところで、もう、その時はほら、何もわかんないんで、こう、採用してくれるだけでありがとうございますですよ。ね。まあ、若い
からって言ったらあれなんでしょうけど、まあ、今考えるとあんまり良い考え方ではないんですけどね、そういう風になっちゃってる、今の教育制度の仕組みが良くないって全く別の方向の話になっちゃってるんで、ちょっと戻しますけど、本来対等のはずなんですけどね、ありがとうございますみたいな感じではおかしいんですけどね、本当はね、まあまあまあ、それを一旦置いといて、まあ、それで佐世保ので製菓学校、製菓専門店、製菓専門店、洋菓子店に、就職決まったんですよ。というところで、まあ、3月卒業して、4月からすぐに働き始めましたという感じで、それが、まあ、洋菓子店1年勤務って書いてあるところなんですけど、間にね、製菓衛生士資格取得っていうのを一応書いてます。はい。これはもう自分でほとんど、卒業してから働き始めるのが、こう、間がなかったんで、その間に学校卒業して、もうすぐにこう、試験受けて、すぐに取得してみたいな感じの、あれでございました。はい。まあ、そんなんで資格も一応持ってますっていう感じなんですけど、この製菓衛生士ってね、何かっていうか、あれ、衛生士の詞間違ってんな。漢字間違ってるんですけど、まあ、それはちょっと置いといてください。衛生士ってあれですよ。本当はね、なんて言うんだろう。あの漢字。わかんないけど、あれ。看護師さんの詞かな？あ、多分、合ってるか？まあ、とりあえず漢字が違う。詞の漢字が。まあ、それは置いといて。製菓衛生士ってどういう資格かっていうと、調理師とほぼ一緒です。調理師と。うん。実は調理師も、あれ別に思ってたからって何かできるわけではなくて、まあ、せいぜい、こういう学校に行ってましたよとか、そのどこかで調理関係、製菓関係のところで3年ぐらい働いてましたよ、実務経験がありますよ。で、その上で筆記試験クリアしましたよ、パスしましたよっていう証明書でしかないんですよ。でしかないので、実際に法的になんかこういうのができるぜっていう効果が、弁護士さんとかお医者さんみたいな感じであるかっていうと、ないんですよ。ないんですよね。で、唯一、まああるとすると、うん、飲食の製造販売するときに、衛生管理責任者っていうのを置かなくちゃいけないですね。で、その衛生管理責任者、名前合ってたよな。管理責任者。になるための条件で講習を受けることなんです。2時間の講習、2万円払って2時間の講習を受ければ誰でもなれるんですけれども、製菓衛生士と調理師に関してはその講習を受けなくても資格取れますよっていうのがなんか付属でついてるみたいな感じです。はい。オプションでそんなちょっとしたのがついてるみたいな、そんな感じですね。だからもうほぼ初対面の人に会った時のなんかちょっとイメージが、まあ、できる人なんだなっていうのがつくっていうのと、あとその管理衛生責任者、衛生管理責任者が、はい。のやつが講習なくても、2万円払わなくても、取得できますよ、と。そういう資格が、まあ、調理師と製菓衛生士でございます。調理師の製菓製パンバージョンですね、製菓衛生士。っていうのを取得しました。はい。まあ、これもね、一応専門学校行ったから、まあ、この時点で取れたっていうところですね。専門学校行かなかったら、まあ実際そういうちゃんと許可取ったお店で3年の実務経験が必要っていうところを学校行ってればパスできる。あと筆記試験だけで資格取得みたいな、そういう感じですね。はい。資格の話になっちゃってるんで、ちょっとそれは一旦置いといて。まあまあまあ、そんな感じで洋菓子店で働き始めました。もうどこかっていうところはちょっとこれぼかしますけども、はい。でね、まあ、洋菓子店1年でなんで辞めたのかっていうのを、まあ、ちょっとそんなに深い話をする場でない時に、このお話をするときは、1年ぐらいで、やっぱりパンを作りたかった。パンの方に行きたかったので、1年ぐらいでちょっと辞めて、まあ、ちょっとパンの方に切り替えましたっていう説明をするんですけれども、まあ、それも間違いではないんですけど、間違いではないんですけど、もうちょっと詳細をちゃんと話すと、単純に、ついていけなかったです。ついていけなかったです。そのお店の、なんて言うんだ。経営の仕方に。それは、なんか、精神的にとか、思想的についていけなかったとかじゃなくて、物理的についていけなかった。まあまあ、納得できなかったという点もありますけどね。まあ、ここら辺話すと長くなっちゃうんですけど、まあ、とにかく、まあ、おそらく普通の仕事をしてる人からしたら、もう、それ犯罪じゃないのってぐらいの働き方をする
っていうのは今でも多分洋菓子店とかではあるんじゃないかなぐらいの話なんですよねっていうお店だったっていう、うん、いかんな、こんな話するともうものすごい気を使わないととんでもないことを言ってしまうような感じになってしまわないかと、まあ、不安なんですけど、別にねそのお店が悪いとかそういうことを言うつもりは全くないんですけど、ただうん、例挙げてこういうことがありましたっていう話をしちゃうと何それみたいな話になっちゃうので、どう伝えたもんかっていうところでなかなか話せないっていうって感じでさせてもらうしかないもんだ愚痴っぽくなっちゃいますしね、このなんかこんな感じで大変だったみたいな話をすると愚痴っぽくなっちゃうんで、まあちょっとこの話で皆さんに教訓というかそういうのをまあ伝えることができることがあるとすると、割とまだおそらくまだまだその違い ほぼ違い方形みたいな感じで、なっているような状態にある、その飲食全体での話ですけど、経営してるその状態で経営してるお店はあります、まだ普通にあります、飲食の世界では普通に、まあ、多分他の個人経営のでやってるような、まあ、そのいろんな業態あるとは思うんですけど、とこでは、まあ、まだあるんじゃないかな、うん、建築関係とかでも。ってな感じのとこの、一つの洋菓子店に自分は行って、ちょっともう、肉体的にも精神的にもついていけなくて、クリスマスのもうちょっとわけわかんないようなぐらい、働いてもう何が何だかわかんないような状態になったクリスマスの夜に、もう無理と思ってもう逃げました。うん。文字通り逃げました、それは。ね、それね、別に特別な話じゃないですよ。そんな大変なことがあったの?みたいな感じで思ってくれる方ももしかしたらいるかもしれないですけど、ね、よくある話。本当に。それはよくある話なんで。洋菓子店に勤めて、クリスマスに、もうわけわかんなくなって、消えるっていうのは、別に何も珍しい話ではないので、自分もその一例になったという話ですね。はい。まあまあ、そんなことが1年目にあったっていう話です。まあでも実際本当にパンがやりたかったっていうのは、それも本当ですね。それも本当だし、そう、なんでそういうことになったのかっていうところに、自分の中ではそう、最初ら辺にも言いましたけど、その別にパン屋さんとかお菓子屋さんで働きたいわけではなかったんですよ。パンとかお菓子って実験みたいで、面白いと思ったっていうのがやっぱ根本なので、作ったりとか考えたりするのは好きなんですけど、洋菓子店って割とあれじゃないですか、どっちかっていうと芸術性が高かったりするじゃないですか、特に生菓子の方になってくると。焼き菓子の方だとまだちょっと違うんですけども、もう生菓子とかになってくると、もうそれあれだよねって、なんか、絵描いたりとか、こう、デザイン考えたりとか、そっち方向になっちゃうじゃないですか。まあ、はっきり言って、そっちは、あんまりちょっと、興味ないというより、むしろ辛かったんですよね。それやるのが。ちょっときついなぁと。それは嫌だったんですよ、もう単純に。それはちょっと嫌だなぁっていうのがあったんで、プラスで、まあそういう状態だったので、うん。やっぱパンダはっていう。やっぱパンダはっていうところで、地元に一回帰りまして、インスタベーカリーって書いてますけど、まあまあ、そう言われても何のこっちゃっていう人もいると思うんで、インスタベーカリーっていうのはよく、スーパーの中にパン屋さんあるじゃないですか。あれのことです。はい。店の中にあるベーカリーだからインスタベーカリーです。はい。で、これは大手のフジパンさんとか、ああいうところではなくって、まあ、そういうところの方が圧倒的に多いんですけど、そうではなくって、まあ、地元のスーパーが自分たちで、経営している、まあ、一部門ですね。青果部門とか、まあ、精肉部門とか、ある中の一つの部門でベーカリー部門というふうに作ってやっていたところに、就職しました。はい。ここには3年いましたね。うん。結構、最初自分が入った時はすっげえ適当な感じでやってたんですけど、半年ぐらい。あ、自分が適当にやってたって意味じゃないですよ。その時の、チーフがですね、
ありだ適当な感じで、もうなんか我流で、わー、5000円だよ、みたいな感じで、適当にって、口悪いかな。適当にやってる感じだったんですけど、ああ、そうっすか、みたいな感じだったんですけど、自分もね。いやー、それは大丈夫かな、とか思いながら。まだその時やった二十歳ですからね。うん。まあ、半年ぐらいしたら、その、富士、富士パンで働いてたっていう人が、まあ、福岡で、入ってきて、で、その人がチーフにバーって変わって、まあ、なんていうか、大手でバリバリやってたぜ、みたいな感じの、やり方で、ガーッとなんか変えていって、あ、そうか、経営ってこういう風にやるんだ、みたいな感じで、そこでは初めて、あ、そっかそっか、その、お店を経営して回していく、仕入れて、加工して、売って、また仕入れてっていうのを繰り返しながら、まあちょっとそのお金で設備を整えてっていうのは、こうやるんだっていうのが初めてそこで分かったんですね。うん。だから、まあその時に、まあまとめて、まあちっちゃかったのが逆に良かったんですね。規模がちっちゃかったんで、すごい把握しやすかったんで、自分でその時もう原価計算も覚えて、で、月々の棚卸しから、純利益を出すやり方とか、そういうのを一通り覚えていたんで、それはそれで良かったですよね。こじんまりしてたっていうのは。まあ、そんな感じで、まあなんか本当基礎的なところ、そのインスタベーカリーのとこ3人いるうちに、ここでなんかすっごい技術が上手くなったとかいうことはなかったんですけど、もう基礎的なところですね、本当に。経営の仕方とか、あとどういう風にやっていったらそのパンは商売として成り立つ作り方というか工程になるのかっていうのをこうコンパクトに理解できたんで、結局これを広げて、今もそうなんですけど、どんなに規模感でかくなったとしても結局それを広げてるだけなので一緒なんですよね。っていうので、まあそこで基礎ができたよっていう3年でした。はい。で、こっからね、まあ、だんだんと、なんというか自分の質、価値が分かってくるような話になってくるんですけど、3年するぐらいにですね、その1、2年ぐらいまではその人が入ってきて、あ、そういうことが、そうなんだ、そうか、世の中ってこうなってたんだ、みたいなことが分かって、面白いってやってたんですけど、3年目ぐらいになった時に、まあ、自分はまだ21なわけじゃないですか。そう、自分にこう、チーフとか任せて、一つのお店の部門を任せたいけど、さすがにねっていうところで、他のところでやってた人が来たんですよ。チーフとして、代わりに。うん。入ってきた、最初入ってきてくれた人っていうのは別のとこ行ってまたやり始めて、で、他の人に変わったんですけど、まあ、その人が、田舎ではよくあることなんですけど、うん、まあ、そう。ずっと、ただ、まあ、いただけっていう、ちょっと言い方は悪いですけど、本当にただずっといただけで、勤続年数が長いので、今チーフやってますっていう感じの人だったので、うん、まあまあ、ちょっといろいろありはしたんですけど、ちょっときついかなと。だんだんと、まあなんか自分がただただカバーしていくだけになったんで、まあそれ自体が嫌なわけじゃないですけど、自分、新しいことが覚えれなくなると、つまらないって、もう、このつまらないがね、多分、皆さんが思っている以上に自分としては毒なんですよ。生きてられない。つまらない状態だと、本当に生きてられないです。ちょっと今ぼかしてます。ぼかしてます。自分はつまらないって感じてる状態が、もう数ヶ月続くと、生きていけないです。そういう人間なんですよ。ちょっと察してください。はい。なので、あ、ちょっとこれ俺やばいなと思って、3年、まあ、勤めてましたけども、正社員でしたけども、正社員とか、まあ、自分にとっては、非常に、些細な、さじなことなので、はい。今ではより顕著に思ってますけどね。その当時から思ってましたけどね、正社員ってなんでみんなこれこだわってんだろうみたいな感じで。じゃあ、正社員って何みたいな。それは正社員の意味が分かってないって意味じゃないですよ。存在意義が、ん?みたいな感じだったっていう話ですよ。うん。昔からそれは思ってましたけどね。なんか、これ、みんな、なんか自分のあれになるわけではないのに、なんで何年も同じとこで働いてるんだろうっていうのは割と昔から思ってるたちの人間ではありました。はい。
まあ、それが多分、あと自分の性根がそうだったからっていうところなんでしょうけどね。なんていうか、うん。面白くないと。面白くないとって言い方あれですけどね。常になんか新しいことを学んでないとつまんないです。つまんないです。で、つまんないと生きていけないです。つまんないと生きていけないので、その法則、あ、俺そういう人間だ、なんだなっていうのになんとなくだんだん気づき始めつつ、じゃあちょっとどうしようかなって、次のレベルアップするって言ったら何なんだろうって思って、まあもうちょっとだから専門的なことやってるとこに行く感じなのかなと思って探したんですけど、まあそうそう簡単にやっぱ見つかんないわけじゃないですか。21歳のやつが仕事辞めて、そんなすぐには見つかんない。お金も別に持ってるわけじゃないので、まあどっか遠くまで一人で出てって職を探すっていうのもちょっと資金的にもきつかった。長崎っていうのもあったかな。あまり土地のせいにはしたくなかったですけどね。たんで、まあ、ちょっと1年ぐらい、まあ、小休止じゃないですけど、一旦身を置く場として、冷凍パン製造工場行きました。はい。まあ、これも長崎なりなんですけど、このね、冷凍パン製造工場は、やってることは非常に、あれだったんですけど、単調だったんですけど、やってることはすごく単調だったんですけど、面白かったのは、講習会。講習会に、参加させてもらうことができたってことですね。うん。ただで。ただで。これはね、結構そこの母体になっている、その冷凍パン製造の母体になっている工場が油屋さんなんですよね。うん。で、結構、利権を持っていると。その土地の。駐車場とかも土地持ちさんなんですよ。田舎のよくある土地持ちの金持ちさんなんですよ。の一族が経営しているところなんで金持ってるんですよ。だから割とこう自分のこの見え張るためにこういろんなところのこう取引先の講習会とかあるよ、あるんですけど、誰かいませんかねみたいな感じであると、ああうちから行かせるよみたいな感じで、そういう感じのノリで言うタイプの専門さんがいるとこだったんで、そういう、ラッキーじゃんと思って、俺は自分は、それに乗っかって、いろいろ講習会行きまくれたっていうね、なかなかラッキーな1年間であったんですけど、そこ1年しかいなかったですけど、まあ、そこでいろいろ面白い体験しました。うん。まあ、最近なんかチャンネルで言ってた、ロデブを作ってた、ロデブ普及委員会っていうのがあるんですよ。パンドロデブ普及委員会っていうのがあって、あってっていうか作った人たちがいて、その、まあまあ、そういう人たちが、開催した講習会行って、そのロデブってどういうんだろうっていうのを、まあ、見たりとか、うん、まあまあまあ、いろんな、こう、なんていうのかな、業者さん、展示会とかにも行きましたし、業者さんたちの、まあ、開いてる、まあ、こういう材料を使ってこういうのを作りましょう、みたいな。講習会みたいなのとかにも結構顔を出させていただいて、まあまあまあ、結構ただで勉強させていただいた1年間という感じでした。勤務内容に関しては、まあ、うんって感じでしたけど、それがあったんで1年、まあ楽しく過ごすことはできたんですけれども、とはいえずっといるっていう感じではなかったんで、なんせ代わりに勤務が非常にうんって感じだったので、まあそれ工場だからそうなりますよね。うん、まあまあ元から別にずっといるつもりじゃなかったんで。で、そこを、まあいい、そこを辞めるっていうか、探してたんでずっと。ずっと探してて、そしたら、個人店で、最近入りの天然工場ってやつで、作っているお店があるらしいと、いうことを、いろいろ探して、ないな、面白いとこない、面白そうなとこないな、長崎で、実家から通えて、とか、条件を探してたら、なかった。ないないないってなったんですけど、そこがなんか急に現れたんですよ。なんか急にこれ求人出てきたな、みたいな感じで。うん、まあだから、そこにちょっと行ってみて、聞いてみたら、まあ、数年前ぐらいにようやくそこに移転してきて、それまでは自宅でやってたっていう人で、すごい珍しい人で、農協、JA の職員さんだったんですけど、その社長さんが。もうやってる時、50行ってたのかな、50行ってるか行ってないかぐらいなんですけど、もう、腰を言わしたかなんかだったかな。それが原因で、農協を辞めることになって、で、退職金でしばらくは、
悠々自適というか、なんていうか、療養生活してたらしいんですけど、なんかのきっかけの時に、その、まあ、自分は最近自家製だねっていうようにしてますけど、まあ、ここではもう天然酵母って言いますわ。天然酵母パンっていうのを、その社長さん、初めて食べて、なんかの時に、え、パンってこんなんだったのみたいな感じですごく驚いたっていうふうに言って、それで、自分でいろいろこう研究して作り出したりとか、自分家の庭に釜を作って自分で焼いてとかしたりしているうちに、なんか近所の人から注文が来て、で、それを作ってたら、だんだん注文が増えてきて落ち着かなくなって、店を構えることになりました。で、今ここです。みたいな状態の。で、人がいないんで募集かけてますっていう状態だったんですよ。で、それ、そうなんすかみたいな感じで。じゃあ、ちょっと社長さんはもうそういう知識とか全然ない状態だから、専門知識のある人がいたら助かりますね、っていうことで、あ、じゃあ自分もちょっと、いろいろ自由にできるんだったら面白そうですね、っていうところで、はい、まあ、会いまして、そこで働かせていただくことになったというところですよ。で、ここには自家製種の個人店って書いてますけどね。自家製種って最近自分は呼んでいるって。天然酵母はね、もうだんだんとちょっと天然酵母っていう表示に問題があるんじゃないかというところで誤解を招くと、消費者の。普通のドライイーストとかそういうのを使ってるのがまるで人工で何か体に健康に害があると勘違いさせるような可能性があるので、天然という表示は使わないようにしましょうという。これしましょうなんでまだ規制がかかってるわけじゃないんですけど、まあ、だんだん廃れていくでしょうね。この天然酵母っていう言い方に関しては。だから、まあ、今のうちに自分も自家製だねと呼んでいるところです。まあ、そのお店は天然酵母っていう売りでやってましたけどね。はい。っていうところで、まあ、5年間働かせていただきました。はい。そこはね、ヨーグルト種でやってたんで、比較的ね、なんていうか、すっごいゴリゴリに、酵素を効かせた、自家製種に使ったパンって感じではなかったんですけど、まあ、ちょうど中間ですよね。中央ぐらいのところです。ゴリゴリに効かせてるやつと、その、普通の純粋培養したイーストの中間ぐらいですよね。やっぱ、ヨーグルト使うってなったら。なんか話聞いてみると、やっぱヨーグルトとかじゃないと、落ち着かなかったからって、品質がですね。そこをすごい大量にいろんなところに下ろしてたので、品質がブレるとマジですごいやばい一発の損失がでかいということで、だからヨーグルト酵母で今やってるんです、みたいな感じで言われてたんで、まあ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 、ゴリゴリのその超こだわったサワダニとか使ってるとかではなかったんですけども、まあそこで、あ、種ってこんな感じで作るんだ、みたいな感じで、そこで初めて自分も知って、まあまあまあ、そこでも得ることいろいろ多かったですけど、まあ、なぜ個人店なので、非常にまあいろんな、なんていうのかな業務的なところで荒がすごく多かったりとかして、まあ自分もいろいろ、作業効率とか上げるためにやれることが多くて、まあ楽しかったんですけれども、で、まあ、3年したぐらいで、もうちょっとまた悪い虫が騒ぎ出して、ちょっとまたなんか、これ、長崎にいたらちょっとあれなんじゃないかと。もうちょっと外出た方がいいんじゃないか。面白いんじゃないかと。面白いことがもっとあるんじゃないかという、また悪い虫が騒ぎ出して、3年ぐらいした時に、ちょっと相談させてほしいんですけど、っていうところで、非常に自分には珍しく、こう、柔らかく、こう、穏便にっていう風な感じで言ったんですけど、社長さんが非常にやめられたら困るから、っていうことで、まあちょっとなんかいろいろごたごたあって、主任になんかなんだって、製造主任になって、主任にも別にならなくてもいいんだが、とか思いながらも、まあなんか主任になったし、まあでもなんか主任ってなったら、それはそれでなんかまたやれることも変わるか、ということで、プラス2年やってたわけなんですけど、ごまかし。まあ実際、まあなんか、まあそれなりに役職ついて活動したというのも、いい経験になったかなっていろいろと。やっぱりその肩書きつくといろいろ違うじゃないですか。その話すときにできることが業者さんと、っていうのがあったんで、まあその2年も楽しかったっちゃ楽しかったのですが、はい。まあ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 、やっぱ自分の中で、まあもうちょっと次行きたいなと思っているっていうのをごまかしての2年だったんで、もうちょっと限界が来まして、はい。限界、まあ、全部自分都合なんですけどね。はい。その、自分がね、こう、いろんなとこ辞めて、次々次って言ってるんですけど、
別になんかこう雰囲気が悪くなってとか人間関係が悪くなってとか 業務がついていけなかったの最初そうか最初はそうですけどとかそういうのではなくってもう純粋にシンプルに次行きたいというもう手前勝手な都合ではあるんですけど特になんか悪い理由とかで辞めてるわけではなくて、うん、まあそんなかんなで、まあちょっと引き止められつつももうちょっと、外出たいんでってことでもうちょっと食い気味で食い気味でもう別にどこ行くって決まってないけどみたいな感じでまあちょっと外に出まして外にもうな長崎におったら、実家はねあの光回線もつながらんとよって光回線もつながってないとよってもうなんか世の中では、もう家にいても仕事ができるとよとかなんかそんなこと言っとるけどもうちん実家光回線もまだつながらんとってみたいな感じですね、はい、そんな感じですねまあちょっとやっぱりきついなと、うん、ていうかそもそも長崎遅くねみたいなところもあったのでまあまあ長崎にお前が頑張ればいいじゃんみたいな声も聞こえてきそうですけどいやもう俺は今すぐやりたいということでまあそんな感じだったので、はいまあ、ちょっと外に飛び出たというところで、まあ、ちょっと間1年あるんですけど、まあこれちょっと落ち着くまでですね。はい。落ち着くまで1年ごたごたぐらいありまして、そっから、まあその観光施設内の、三重県のある観光施設内のベーカリーに1年ぐらい、ちょっとこれはね、いさせてもらったって感じですね。うん、この頃からね、YouTube 始めてるんですけれども、うん。まあ、なんか YouTube、ずっとやりながらも、でも、まあ、YouTube だけじゃ食えんしなというところで、はいまあ、ちょっと、ひょいと、曲がりじゃないけど、曲がりじゃないけど、その、まあ、置いてもらってたみたいな感じです。この施設、観光施設のベーカリーさんは。はい、そこはやっぱ、観光施設なんで、その、何もしなくてもって言ったら言い方悪いですけど、まあ、団体客がバーって来るので、パンを用意しとかなくちゃいけない、大量に。っていうとこだったんで、ここはね、1日で、最高で行った時多分120万とか130万ぐらい1日に売ってるお店で、で、まあそれは、だからそれでまた面白かったですよね。あ、だいたい100万以上パンで売るってこんな感じになるのねっていうのも見れたんで、うん。ああ、このスピード感ね、この人数で、あ、だいたいこんな感じかっていうのが。100万以上もう売るってなってくると、ある程度は効率化して、出来合いのやつ入れたりとかして、まあリベイク商品用に食べたりして、バーって出して、バババババってもう本当に、質にこだわる。多分ね、100万超えるってやってくると、質こだわれなくなっちゃうんですよね、もうほとんど。うん。ってところがあるので、多分100万売って質もめっちゃこだわってるっていうお店は、従業員の方が多分死んでんじゃないかな。これ言ったらなんか YouTube にワードがまあまあなんか規制されないかなね、まあ大変な思いしてるだろうなってぐらいの話なんでまあ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 そんな感じの経験もできたんで観光施設内で一年やってたのもまあ楽しかったなっていう感じだったんですけれどもまあ一年ぐらいやってこれもうそろそろ自分一人で食っていけるのではとっていうのは、まあなんかネットの環境もあったし、なんか今すごいいろんな稼ぎ方ができるじゃないですか。別にパンに限らなかったら、まあちょっと隙間時間にちょちょちょっと、まあ自分は割とパソコンが得意になってたというのもあったんで、パソコンが得意になっていたというのもあったので、まあいろいろ稼ぐ方法はあったんで、これ別にパンで毎朝早く起きて、やって疲れて一生懸命 YouTube 更新してってじゃなくて、もうちょっと、いろいろ時間余裕持って自分の仕事ちょっとずつ広げていけばよくないってなって、まあ1年でちょっとやめて、もう住居を別のとこに移して、そこを拠点にして、今ここって感じです。その時にこの下釜パン教室っていう屋号で、事業所登録して、でそこから今も地道にちょっとずつちょっとずつちょっとずつ自分のオリジナルの事業を作って、もう本当にもう牛歩の歩みのようにちょこ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 とちょこ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 とやれることを増やしていってるっていう感じですね。うん。
細かいことね、言うとめちゃくちゃ、まあいろいろあったんですけど、その、事業所登録してから今1年半ぐらい経ったか？一応。1年半ぐらいね。まあいろいろあったんですけど、去年ちょっと頑張ったんで、はい。別の稼ぎの方でね、頑張ったんで、今ね、ちょっと資金借りれて余裕が出てきてるかなっていう状態でいろいろやってみてるってとこですね。うん、リアルでパン教室やってみようとか。まあちょっと物販やってみようとか、今ね、ミックス粉作ったら面白いんじゃないかと思って、やってみようと思ってるんですよね。こういうのが面白いんですよね、やっぱりね。やったことないやつをやるってのが面白いんですよ、だからとにかく。こう、ミックス粉作るとか普通に働いて出てこないでしょ。個人店でずっと働いたら、ね。自分オリジナルのミックス粉作って、それの使い方をなんと解説するのは、この YouTube でやって、で、販売す、のこの宣伝も YouTube でやって、で、実際売るのは Amazon さんとかにお任せしてっていうので、面白いじゃないですか。こういうのが面白いですよ。こういうことをやっていくのが面白いと思う人間なので、今、下鎌パン教室というところで、一応このパン教室という名前を冠してはいるんですけど、自分のイメージとしては、もうパン関係のいろんなことをする、総合商社のような、そういうものをイメージしてやっていこうと思っております。はい。うん。もう別に、もし、なんかこういうふうに教えてくれみたいな感じで、お願いされたらコンサルみたいなこと、あ、いいっすよって言って、ふわって行きますし。まあ今、パン教室っていうことで、ちょっと試しにやってみようっていうところで2つぐらいね、枠取ってやってみようと思ってますけど、2日はですね。よく考えたら、パン教室じゃなくて、講習会の方が効率いいんじゃないかとか思ってたりもして。パン教室だとずっとできるまでそこでやんなくちゃいけないから一日は収まらないんですけど、講習会だったら自分がやって教えるっていうあれだからちょっと長い時間かかるような、自家製のやつとかもまあ用意しとけばいいから、料理番組よろしく、こっから、3日か、1週間くらい種を継ぎながら発酵させます。今から1週間こちらが1週間ほどですってのができるんでね、講習会だったらね。っていう感じなんで、いろいろね、やっぱ今できそうですごく面白いと、楽しいという状況が今ここというところです。で結局やっぱりなんとなく今話してみて、根本的なとこは変わってないのかなって思います。うん。子供の頃からやっぱ変わってねえなと。根本は。行動原理がまあずっと一緒だなっていうのはなんか話してて感じましたね。なんかね、自分のね、すっごい、小学校の時の記憶で、なんかね、人と同じことやってても意味ないよね。だから自分ができることで人と一番違うことをするのが正解だよね。みたいなことを、小学校の時になんかすっごい思ったというか、なんかそういう、うん、そういう思考がもうあったって感じですね。そういう思考があって、言語化できたのが多分小学校の時だった。で、その時にそれをすごく思ったっていう、その瞬間をなぜかすごく覚えてるんですけど、なんか、父親と、父兄三冠みたいなやつかな。父親と、なんかね、地域との交流を図るような、なんか活動の学校の一環で、みんなが、竹とんぼを、取りに行くっていうシーンで、前に竹とんぼがあって、みんないい竹とんぼを月に取っていいよっていう風になったんで、みんな小学校4年生ぐらいかな、わーって言ってみんな行くんですけど、自分だけ後ろこんな感じで立ってるんですよ。で、父兄三冠だから父親が後ろにいるんですよ。お前なんで行かんとよって言われてですいや、だってみんな終わってから行けばいいじゃん、みたいな。いや、いいのを取りたいとか思わんとかって言われて。思わんって言って今思うとなんか擦れたガキかみたいな感じなんですけど、まあでも本当にそんな感じなんですよ。なんていうか、そう、それは自分が別にそのなんか一番とかになりたいとかそういうのは本当に薄くて、いかに自分がこの効率的に社会にはまるかっていうの考えてるんでしょうね、ずっとね、うん。で、だから、子供の時に、
あ、俺料理だったら人よりいけてんのかもって思ったっていうのがあって、でずっとその食品とかを今もまあ社会の中でよりまあ役に立つようにというか、自分がハマるように、一番自分が活かせるように動きたがっているっていうので、ずっとなんかジタバタジタバタとこうなんかガタ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 動いて、枠にはまらないような感じで動いていると、結果的にこんな感じの経歴になるっていうことですよ。もう社会不適合者完全にそんな感じです。はい。いやー、この前ね、あの友達の友人代表のスピーチ、結婚式の時に、もう2週間前ぐらいですよ、任された時にね、うん、この社会不適合者が友人代表で大丈夫だろうかとかね思って行ったりとかしてたんですけどね、なんせ YouTube でいつもこんな喋ってるんで、はい、それは普通の人に比べたらある程度なんか舌が回るやつみたいな感じの印象になったみたいで、まあ、なんかちょっとおーみたいな感じでなってくれたようで、それは良かったです。はい、だから社会不適合者でもまあ世の中の役には立つんですよっていう何やね、何の話やねって感じですけど、だから自分としてはね、自分のやれること、うん、もう、まあ、なんていうか、別に自分はすっげースキルがあって、俺が一番パン作るのうまいんだとか思ってるわけでは全然ないんですけど、ただ、あの、世の中全体、もう全部ね、パン作らない人も含めて、全体からしたら確実に、あの、上位、まあ、30% ぐらいの、ぐらいのとこには、その、パンの知識とか技術は入ってるだろうっていうのは甘く見積もってもやっぱ思うわけですよ。ってことは残りの7割 70% の人に対しては情報を提供できるわけじゃないですか。だから自分の中では特にこれ以上なんかすっげえどっかで修行しようとか、すっごいなんか芸術的な形のパンを作るための技術を身につけようとか思わないわけですよ。だってもう今の状態でもたくさんもうなんていうか、情報を発信して役に立つことができるっていう状態なので、じゃあそっちの方にフォーカスした方がいいでしょう、という状態です。だからそのための勉強を今いろいろしてます。だから意外とこいつはパンの勉強以外のことをしてることが多かったりとかします。最近は特に。さっきもあのココスでなんかないかなと思って、あの SNS マーケティングの方法の本をプライムで、Amazon プライムで0円の見つけたんで、おみたいな感じで、バーって見てみたんですけど、まあ、よくあるやつか、みたいな感じで、本を読んでたりとかするのも結構多かったりとかするんで。まあ、それ以外にもね、勉強、最近は、やっぱ根本的なところを勉強した方がいいだろうと。人に教えさせていただくっていう立場だったら、やっぱ人の10倍はしてないといけないので、代謝学。人の中でどういうふうに栄養が代謝されていくのかと。最終的にどういうふうな感じでエネルギーになっていくのかっていうので。まあ、この年になってね、ATP をね、勉強してね、はい。アデノ酸、リン酸、みたいな。アデノシン酸、リン酸か。まあ何の話やって感じですよね。とか、そういうのも勉強したりとか。ね、解凍系から入ってミトコンドリアの電子伝達系で、こう、伝達回路か、あれ。ぐるーって回って、そこで、電子をバーって取って、その電気でバー発電するような感じで筋肉を動かして、そので、天気でね、筋肉を動かしてとか、そのためにはブドウ糖がいるから、このブドウ糖はどうやって出すのかとかいうのを勉強したりとかしているという話です。だから、まあ、なんていうのかね、自分としては社会に対しては、まあ、今一番ここまで来るまでに触れてる時間が長いのがパンなんで、じゃあやっぱりパンで貢献していった方が今のところ一番、まあ、取れ高が高いだろうと思ってるんで、パンをする人っていうあれでやってますけど、まあ、実は、パンだけじゃなくて、まあ、食品全般で、まあ、世の中の役に立っていくっていう言い方が一番聞こえるか、役に立っていけたらいいなと思ってますんで、うん、そういう感じで、商売しつつ、だから自分の生計も立てつつ、皆さんの役に立ちつつという持ちつ持たれつ関係がね、できたらいいなと思っている、下川パン教室事業所名、屋号ですね、の代表、下川隆則でございますと。はい。ということで。どうでしょう、分かっていただけたでしょうか、こいつがちょっとおかしい人間だということを。はい。もうね。うん。多分、もう、いや、友達からはね、なんか、
もうこういう自由な生き方羨ましがられるってことはなくて、もうなんかちょっと多分無理って思われるでしょうね。そういう自由な感じのやり方、生き方したいっていう風なことを言う友達もいますけど、ただじゃあやるかって言ったらいやーってなるんで、もう勝負ですねこれに関しては。だってまあ人から見たらお前その状況大丈夫っていうような状況かもしれないですし、自分の今の状況って。だから、まあ自分としては何が正しいっていうそういう絶対の正しいってないと思っているんで、まあ、自分の思う正しい生き方で今後もねやっていきたいと思っております。突き進んでいきたいと思います。はい、ですのでそういうねやつの情報発信、聞いてもいい、まあなんかちょっとこいつ面白そうかもとこの動画を見て思ったという方はね、ぜひ、高評価ボタンと、あとチャンネル登録と、あとメンバーシップの登録と、あと今だったらパン教室のやつ、まあ、概要欄に貼っとくんでチケット買って名古屋に来てもらってっていうのと、あとは、トートバッグも用意するんでトートバッグ買ってもらってって、はい、まあ、そんな感じです。はい、ではじゃあちょっとこれぐらいで終わりにします。はい、まあ、ここまで聞いてくれた方本当にねどれくらいかな、ありがとうございました。はい、今度ね下川の話も長々とどのくらい喋ってる、1時間喋ってるやん。はい。まあ、こういうわけわからんやつの自己紹介1時間聞いていただいてありがとうございました。ね。まあ、今後も普通にチャンネル見ていただければ嬉しいです。はい。ということで、皆さん、良い、満足りを、ありがとうございました。バイバイ。あ、こっちか。どうも。バイバイ。